生徒会長、生徒会長、すぐに生徒会室に来てください。会議の時間が過ぎてます。急いでください。やっべー、やっちゃってね。美咲、早く行った方がいいよ。こっちの作業はうちらやっとくから。あー、こういう時、人によってかけてくれる言葉って違うよね。人の性格って16タイプに分類できるって知ってる？そう、 MBTI ってやつ。まだギリ流行ってるよね。私あれ大好きなの。このルルは ESTP、 こっちのノンは ISTJ。 ちなみに私は、美咲早く行きなよ。あ、ごめんごめん。美咲、マサ、この人、付き合ってちょうど1ヶ月になる私の彼氏。すごく優しくてかっこいいんだけど、彼の MBTI なんだと思う？今ちょっといい？あ、いいよ。良くないけどいいって言っちゃうタイプ、私。てか、どうしたのその格好？あ、文化祭の準備してたから。何やんの？コスプレ喫茶。スカート短くない？あ、そう？と嫌かも俺。だる。別にそんなつもりじゃないよ。準備の時からさ、コスプレする必要ないじゃん。これは正論あろ。あ、まあ、でも着てる方がみんなも盛り上がるし。盛り上がるって男子がでしょ。え、さっき美咲のクラス行ったよ。クラスの男子たちとさ、めっちゃ楽しそうに喋ってたよね。風向きが怪しい。文化祭の準備してただけだから。私、文化祭のリーダーだから、みんなとコミュニケーション取んなきゃだし。てかさ、俺といる時よりクラスの男子と話してる時のが全然楽しそうじゃん。え、何言ってんの、そんなことないって。他の人の前だと好きな人と話すの恥ずかしいの。私、俺と一緒にいて楽しい？楽しい。LINE の返事もいつも遅いしさ、いろいろ忙しくて。何を送ろうかめっちゃ考えちゃうの私、好きすぎて。うーん、あーもう無理。他に好きなやつでもできた？そんなわけないじゃん。土日も全然会ってくんないし。先週はバスケ部の練習試合の助っ人頼まれちゃってたから。先々週も。それはテニス部の助っ人で。先々先週も。それは演劇部の。助っ人やりすぎでしょ。正論あろと。もしかしてこれ私の性説ある？やっぱ人助けっていうか。てかさ、俺と会うのが嫌でわざと予定入れてんじゃないの？そんなことないって。彼のタイプ分かった人いる？ ENTJ で、本題だけど、生徒会長、来ていただかないと会議を始められません。呼ばれてんじゃん、行けば。あ、本題って？明日言う。昼休み屋上ね。この展開慣れてる。まだ付き合って1ヶ月なのに。生徒会長、早くしてください。うるさい。あー、しんど。家に戻ったら今日の出来事を思い返すの。なんか変なこと言ってなかったかなって。あー、自分キモ。気分戻った。家での姿は絶対に人には見せられないよね。特に私みたいなタイプ。美咲、今日も疲れちゃいました。は頑張り屋さんだからね。うん、ありがとう。いい子いい子してもらえますか？いい子いい子。結局こういう時間が一番好き。これやるか。最近のマイブームはポケコロをやること。
遊び屋だ。最近このギャルと仲いいの。マジで自由で最高なやつ。このユーザーは多分 ESFP。 ビッグラブ。この前の生徒会大丈夫だった？ごめんね、やりかけで抜けちゃって。全然大丈夫、イサキなくてもなんとかなったから。副会長めっちゃ怒ってた。まあ私がこっちの作業に夢中になっちゃって会議遅れちゃったからしゃあなし。生徒会でも文化祭の準備あるんでしょ？まあ。じゃあ次からこっちはいいよ、うちらでできるし。そうだよ、あんま無理すると体壊しちゃうよ。逆に私にいてほしくない説ある。まあ、あっちは副会長に任しとけばいいし、こっちの方が楽しいし、コスプレしたいし。私抜きで盛り上がられたら嫌だし。全然大丈夫なんだけどな。一緒にやりたいな。キモいって。あ、やべ、マサ、ごめん遅れて。大丈夫、慣れてる。本題って？考えたんだけどさ。分かっちゃった、もううんざり。高校入って何回目よこれ。私が悪いの？私が ENFP だから？じゃあもうどうすればいいのよ。見てて。彼は多分この後こう言うから。やっぱ俺ら、やっぱ俺ら別れよ。美咲、俺のこと好きじゃないもんね。だったら付き合ってる意味ないじゃん。なんか言ってよ。ごめん。なんで謝るの？しょうがないよね、マサトがそう思ったんじゃ。泣かないよ、人前で泣くなんてありえないから。それだけかよ。相性良かったと思ったのに、うちら。あ？ほら、ENFP と ENTJ だから。俺と付き合ったのってそういうこと？ミスった。いや違うの。あ、美咲、よかった、探してたの。何？今度の練習試合メンバーが一人足りなくってさ。助っ人？オッケー、任せて。ありがとう、頼りなる、うん、じゃ、また、じゃね。マジでオッケー任せてボットだわ私。相談があって。何？何でも言って。 INFP、 私陰キャじゃん。自分を変えたいっていうか強くなりたいんだよね。わかるわかる、そういうの考えちゃうよね。もっとギャルマインドっていうか、どうしたらいい？私もたまには相談できる相手欲しい。コンタクトにしてみれば？外見変えたら気持ちも変わるかも。いいかも、やってみる。お役に立てて何より。じゃあ、チャット GPT でも答えられる内容だった。なんか疲れちゃった。
外れた。絶対そうだと思ったのに。ごめん、文化祭の準備やっぱり任せてもいいかな。だから任せていいよって言ってんじゃん、ずっと。だよね、一応言ってみただけ。美咲、了解。え？美咲は気を使いすぎちゃうところがあるからね。言ってくれてありがとう。確かに、うちらの前では気とか使わなくていいから、何でも言ってね。ありがとう。ナイス友情、うちそういうの超いいと思う。ビッグラブ。楓ってああいうキャラだったっけ。いやー、あっやべ、マサ今日は時間通りじゃん。で、話って何。あのね、マサ、私の LINE の返信が遅いのは文章めっちゃ考えてるからなの。変なこと書いてマサに惹かれたらどうしようって思っちゃって。クラスの男子との方が自然に喋れてるのもそう。他の人に見られるとなんか恥ずかしくて。なんで。マサのことが好きだから。こんなこと言うようなタイプじゃないよね。だけど言わせて、別れたくないです。ずっとマサと付き合ってたいです。私自分の気持ちちゃんと言えるように頑張るから。さっき俺のこそなんかごめん。なんかもう一回付き合っちゃう。はい、よろしくお願いします。